はい、えー、テレンシアシのシアーです。えー、今日はですね、一歩の速さ、えー、スプリットステップについてですね、ちょっとお話したいと思うんですね。私、海外の方でね、オーストラリアとかいろんなとこでちょっと勉強させてもらったんですけど、日本で言われるね、スプリットステップと、向こうの人の道んのスプリットステップがね、違うんですよね。今どんなのかちょっとわかんないんですけど、地元で聞くね、スプリットステップとちょっと違うんですね。えー、それについてちょっとお話ししたいと思うんですね。 で、どういうふうに違うかっていうと、まあ、どちらかと,いうと日本で紹介してるのは、なんか速さを出すとかに一歩飛んでとか、形ちょっとのおかしいですけど、そっちの説明が多いんですよね。私が最初ね、オーストラリアのね、コーチにね、まあの、学んだ時にね、スプリートステップしろとか言って言われてね、お前できてないからとかって言われて、偉い言われて、で、あの、そこのベンチャーとかそっから一回の飛んでみろとかって言われて、で、そこでね、着地させられたんですね。何回も何回もね、あの、ダメだって、あの、着地してからピタッと止まって、 あるんだとか言ってね。そんなのいっぱいさせられたんですよ。で、どういうことかって言うと、地面からいろんな。まあステップあります。上に飛んだりとか下にステップダウンしたりとかありますけど、どっちにしても一瞬地面から足が離れて一回空中に浮くじゃないですか？そこから一旦地面に着いた時に地面の反発力を。 時に自分の中に返す力があるかどうかってそれをすごく言われるんですよねそれがですね地面についたエネルギーを返す力がなかったらダッシュできないって言うんですよその時言われたのは日本のやつらのスプリットステップはあるいはスプリットステップじゃないとかでスポンジだとか言うんですねスポンジって何って聞いたら結局飛んでるけど地面のエネルギー全部吸収しちゃってるとかねえ言われたんですねえそれがどういうことなのかっていうのを一回ちょっと動画に出すので一回見てください いかがでしょうかこういうのいっぱい刺さられたんですよねつまり一旦地面から生えてで地面にこう両足がついた時にピタッと止まれるとどういうことがいるかって言うと地面のエネルギーをもう一回反発できるんですよね結局それがスプリットステップだろうって言われたんですよ なるほどな。で、ダメなのやつはね、こう、ぐにゃっとなるんですね。で、もう一人のね、ちょっと例を出すから見てください。で、ちなみに言っときます。その子も全日本クラスで、十分うまいです。めちゃくちゃ吹いたのめちゃくちゃ下手なんだけど、ちょっとかわいそうだから、この子めちゃくちゃうまいんだけど、一瞬地面のエネルギーに、ね、吸収しちゃってるんですよね。なので、この一歩がどうしても遅くはなっちゃうけど、まあ、でも、それでも全日本級ですから、普通の子りかいいです。っていうことは、普通の子、もっとひどいんですよ。なので、そこ一回見てください。 いかがでしょう何回も見てもらえば分かると思いますけど、地面についてから膝が一回エネルギーを吸収しちゃってるでしょう。で、これでもね、 かなり素晴らしいんですよ。素晴らしい方です。他の子はね、もうとにかくね、そこでもぐにゃーとかでなってあるとかね、もうひどいんですよね。なので、一旦地面から離れた時にこう、ピタッとこう止まれるっていうか、要はもう一回その力をね、跳ね返すね、力ね、その体幹力、パワーポジション、これが非常に大事なんですよね。次にですね、パワーポジションね、こう例をね、出してみますので一、ね、回ちょっと見てみてください。ちょっといい動画がなかったので、写真で説明しますね。トレーナーの人が姿勢を説明してるとこなんですけども、さっき言ったスプリットステップ、 で着地した時にまあこれ極端な例ですけどこれ骨盤のとこ見てくださいねえ骨盤が後ろにねこうかの傾いてますよね後傾してますねこういうふうなあくまでこれ極端ですけど股関節が入らずにこういう形になってるってジュニアは結構いるんですねでそうなってくると結局は地面から返ってきたエネルギーを突き返すことができないので一歩がどうしてもこう遅いんですよねえそれに対してこういう感じでこう骨盤がしっかり入るこういう形ですねここにちゃんとボ ボールを挟めるようなねこういう姿勢をしっかり作るともう1回と地面を蹴り返すことができるんですね股関節膝関節足首関節ですねこの3つで1回地面をしっかり突き返すことができますそうするとこう一歩が速くなるんですね一旦飛んでそして着地した時ですねこういう感じでこうちょうど押した時ですね ピタッとストップできるっていうことはもう一回これ地面の力を跳ね返すことができるんですねでしっかりこれ股関節入ってますよねなので次のダッシュができるんですけどこの時に足がもう一回ぐにゃっとこう曲がってしまうとかまたクッションのように体重がまたここから下がってしまうとかそれから骨盤が後傾してしまってるという状態になると次のダッシュができないんですよねつまりそういう状態ができてない子にですね「お前足が遅いだろ」うと言ってひどい場合はですねなんか 50m ダッシュ 10本20本させられてるとかねそういう風なね話を聞いたりとかしてね足痛めましたとかいうことになっちゃうんですねそういうのは足が遅いというんではなくてこういう風にですね自重をね支える力がないとか地面の力をもう一回跳ね返す力がないとかそれと股関節が入ってないとかこういう状態なんですねここができてないジュニアにですねお前足が遅いだろうとか言われてもそれはもう仕方がないんですねつまりスプリットステッププッッテした後に こういう姿勢ですね。骨盤周りのね、姿勢をこう確認するんですね。で、それができてない場合は、しっかり股関節が入るようチェックして、それからダッシュがうまくできてるかどうかとかですね、次の動作につながってるかどうかっていうふうな指導のね、内容に移行していくということですね。ちなみにですね、このパワーポジションっていうのはあくまでも大げさにというか、オーバーにやってますので、本当のね、スプリットステップになってくると、 もうちょっとね、突っ立ったわけじゃないけど、足が軽くハの字型のようになって、股関節がしっかりこうね、しっかりというか、軽く入ってるというか、自然な形になってると思います。えー、いかがでしょうかつまり、一旦地面から飛んだ状態から着地した時に、骨盤が大腿骨、足の力をですね、しっかり受けていないと、エネルギーをもう一回地面に蹴り返すことができないんですよね。あの、つまり、その、どうしても一歩が遅いっていう子に関しては、まず骨盤がかなり後傾している。 という部分それとジャンプした時に自分の自重をねしっかりね 支えるプラス地面のエネルギーをもう一回地面に返す力ってうこうないんですよ。まあ悪い言い方を言えば、日本の場合は、スプリットステップっていうこの形を教えるのに対して、私がこのオーストラリアで学んだのはね、この感覚地面から来るエネルギーをもう一回突き返すんだっていうね、それをですね、ジャンプすることとか姿勢とかそういうとこから学んだんですよね。そこが大きい海外との違いじゃないのかなと思いました。で、ちなみにですね、日本のですね、トレーナーの 人っっっててていいいうううののはは全部そういうのはねねきっちり分かって、ね、指導してると思いますただ残念ながらそれがこう一般にねあんまりね普及してないんですよねなんでかっていうとそんなの簡単にできるとみんな思ってるんですよねで練習の時でもね手抜いてね全然ステップ踏んでないとかね それでもう結局ね、それにゴーにアしてね、後ろからお父さんがね、ステップステップとかで、ね、怒っているところもね、結構いるんですけど、保護者の方がよくわかってますよね。本人はね、もう適当にしかやってないんですよね。もう毎回怒るんですけどね、やろうとしないですよね。もう本当に。それは非常に、本人がね、やろうとしないとどうしようもないですよね。で、結局、なんかこう、形のスプリットステップとかをなんかやってるのがね、非常にね、残念な感じがしております。 このスピードステップってのはこの一歩の速さを決めるものなので、地面をこう蹴り返すというね、えー、そういうのをね、こうしっかりね、やってみてください。またね、木を改めましたら、その導入の仕方もね、ちょっと発表したいと思いますので、また楽しみにしてください。ということで皆さん、頑張ってください。